ここが椿園。あんまりキョロキョロすんな。いいか、俺はここで怪しい奴が店に入ってこねえか見てる。わかってる。また後でな。橘不動産の桐生さんです。日経連の世良だ。座ってくれ。橘不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今は世間話の時間じゃない。こちらが牧村さんだ。橘不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人、織田という者と私で神室町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させて。お願い。わかりました。橘さんによろしくな、桐生。ええ。失礼します。それじゃ。急げよ、おい。早く来い。え、今の声。どうかしましたか。何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。どうした。いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で織田っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。
渋沢。何？くそ、気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの？あいつらマジかよ。キリュウ、殺せ。お前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。さっさと落ちまくれ。
丈夫なんですか？ああ、とりあえず。追っ手が来ないとも限らねえ。一旦高速を降りるぞ。しばらくここに隠れる。ちくしょうめ、渋沢はどっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着け、織田。彼女が不安がる。うせえ！それが何だ！私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ！何やってんだ、お前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた怪我してないか？痛むところは。キリュウさんでしたよね。ああ。織田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分あの人を知っています。え？やっぱ気づいてたんだ、織田。動くな、キリュウ。動くなっつったんだ。何してんだ、お前。悪いけど、俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？だからお前らには死んでもらうしかねえ。大丈夫か、牧村さん。その杖は？世良さんから万一の護身用にって。でも立花不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ、織田。なんで裏切った？あんたは立花の兄弟分じゃなかったのか？キリュウさん、その人の左腕、入れ墨が入ってませんか？コウモリの。織田。人の声聞いた時に、もしかしたらって。何なんだ一体。私は2年前その人に監禁されて売られたんです。何？どういうことだ？言葉通りの意味だ。その女にしてみりゃ俺は殺しても殺したりねえってやつだろうさ。
だから俺ら二人とも殺すってのか。立花と彼女を合わせられねえってのは何だ。意味が分からねえ。オーダー、どういうことなんだ。一から説明しろ、オーダー。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。それが立花とどう関わってる。俺が立花さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。